ガリレオファクトリー。ガリレオファクトリーは2008年8月にセガ、後のセガインタラクティブから発売されたメダルゲームである。10のステーションそれぞれの筐体に2つずつメダルの投入口があり、最大20人同時プレイが可能なプッシャーゲームである。マシン内部にはスペースワープのようなボールコースターが構成されており、内部をボールが循環している。 このボールが抽選によって当選すると、各ステーションのフィールドに投入され、このボールを落下させることにより、フィールドにメダルの払い出しを受けることができる。フィールド下部には、螺旋状のレールがあり、ボールが落ちた時にはこのレールによって運搬され、右側にあるポケットへと導かれる。ポケットには1個の玉しか通過できないように、カバーとメダルのご通過を防ぐための盛り上がりが用意されている。 今までの大型プッシャーマシンとは一線を画す数々の特徴を持つ。2009年12月には続編のガリレオファクトリー2が稼働。2012年11月には3作目のガリレオファクトリー3プラネットゼロプラネットゼロが稼働開始した。続編作品の主な変更点については下記の項目参照。本作はメダル投入機構に 手回しホッパーとも言える機構を採用している。メダルの払い出し装置として使われる、ホッパーのメダル取り出し部分をそのまま持ってきた形の投入口へメダルを入れると回転盤にある6つの穴にメダルが収まる。ハンドルを左側は半時計回り、右側は時計回りに回すと回転盤が回り、メダルは1枚ずつ投入され、ベルトのアシストを伴ってフィールド内へ飛びに行く。 この際、左右に動く、ワイパーの示す向きへ飛んでいくが、黄色のボタンを押している間は、この動きを止めて、一方向を狙うことも可能となっている。また、左側は青、右側は赤のボタンを押すと、ショートスイッチとなり、飛ぶ距離が短くなる。これは、二大構造になっているフィールドの下段に、直接メダルを投入したい時に使うことを想定た、ものである。また、 リターンレバーを謳歌している時に投入操作を行うとメダルは投入されずに中央下部の返却口に戻される通常時に左右にある合計6つの穴にメダルが入るとデジタル抽選が開始されるなおチャッカーに入ったメダルは回収されるまた保留は全部で10回転分用意されているが満杯となった時にスタートチャッカーをメダルが通過すると 既存の保留に対して格上げ抽選を行う。これに当選すると虹色か赤のどちらかが発生する。ただし一度格上げになった保留は再度格上げ抽選されることはないため虹が赤になったりとかその逆はない。またセンサー式ではなく中に細い針金のようなものが通っておりそれに当たることで抽選開始となる。デジタル抽選で 同一の数字が三つ揃うか、中絵柄に絵柄が登場すると、何らかの当選となる。本作では、ボールを落下させることにより、フィールドにメダルを払い出すことができる。ボールの色は五色あり、それぞれに配当が異なるが、これが、ゲーム性の妙を存分に引き出していると言える。黄色に限り、払い出し枚数が変動するが、その要因は二つある。一つはこのコンボボーナス。 もう一つは、ジャックポット演出中の、エナジーによる上乗せである。本校では前者について記載する。コンボボーナスとは、黄色ボールを連続して落下させることにより得られる得点で、端的に言えば、N 連続目の黄色は、N15 枚の払い出しとなる。ただし、最高500枚。黄色以外が落下すれば、直ちに15枚へ下げられる。 たまにブロックされ今までのイエローオッズが保護される場合もある。この枚数は画面左下にイエローオッズとして常時表示される。新規にボールが発生する局面では、ボールプール、ボールをすべて集めているタンクからボールを取り出し上昇レーンへ乗せるが、この時、抽選で通常の追加レーンとスクランブル抽選用追レーンに振り分けが行われる。 スクランブルレーンに乗ったボールは上昇後にクルーン抽選機構へと流れる。クルーンから速度を失ったボールが落下した時に下部で規則的に回転しているレールに受け止められると抽選の当選となりその時点の対象プレイヤーに対して発生するボーナスタイム。ボールの配当が先着5個に限り2倍から7倍となる蒸気ボールの色に関する表を参照。先着5個は カズトが複数個獲得することを妨げないが、時間制限、非公開があり、獲得がないままチャンスが終了することもある。一個のボールが最大3500枚のメダルを呼ぶ大チャンスに発展することもあり、タイミング次第ではジャックポットを上回るメダル獲得が期待できるうになっている。本作のジャックポットは、ジャックポットチャレンジでクルーン中央ホールに ボールが落下することで達成される。これ以外のジャックポット獲得方法は存在しない。デジタルで1、3、5が揃うと、クルーンチャレンジに挑戦できる。これは、クルーにボールを1個投入し、その落下地点によって、メダルを獲得できたり、フィールドにボールを獲得できたりするゲームである。クルーンは中央に1つの穴、そしてその周りに5合成状に5つの穴があり。 周辺の穴には25、50、75、100、150の数字が記載されている。1個のボールを投入する。数字が書かれている穴に入れば、フィールドに記載枚数を払い出す。ただし、外側の4つの穴が埋まっている状態で5つ目のボールが残った1個の穴に入った場合、その穴の記載枚数は払い出されず、後日のジャックポットチャレンジへ進む。 中央の穴に入った場合は、メダルの払い出しはないが、ボールそのものをフィールドへ払い出す。クルーンチャレンジによって、外側の5つの穴がすべて埋まるか、デジタル抽選で7が揃った場合は、ジャックポットチャレンジが行われる。外側の穴に入っているボールをすべて抜き取り、このボールはフィールドへ排出される。1個のボールを投入する。このボールが中央の穴に入れば、 ジャックポットの獲得となる。数字が書かれている穴に入った場合は、チャレンジ失敗となり、書かれている枚数がフィールドへ払い出される。成否に関わらず、抽選に使われたボールはフィールドへ排出される。ジャックポットチャレンジにおいて成功すると、ジャックポットが完成する。ジャックポットが完成すると、サテライトにボールを供給するレーンの末端にあるリフターが停止し、 ボールコースター内にあるボールをすべて供給レーン末端へと並べ始める。ボールをすべて集め終わると、リフターを作動させ、コースターのダブループを経由し、ボールはジャックポットレーンへと搬送されていく。すべてのボールがジャックポットレーンへ搬送された時点で BGM が JP 払い出し BGM に変化し、ロック解除されたボールがすべてスパイラルレーンに流される。スパイラルレーンで ボールがかき混ぜられてしまうため、ジャックポットレーンで並んでいた色構成とは全く違う順番で、ボールがフィールドへ放出されることとなる。ジャックポットボールの払い出しが完了すると、まず、ジャックポットチャレンジ成功分のメダル、200枚が、フィールドに支払われる。これ以降のメダル払い出しは、ジャックポット演出終了まで、原則として落下したボールに対する配当による、払い出しに限定される。 そこから、ジャックポットボーナスタイムが実施される、当該サテライトのみ。ボーナスタイムは、おおむね1分間ボールボーナスの支払いがなくなった時点で終了する。このボーナスタイムの間は、スクランブルチャンスが成立しても参加することができない抽選の時点で除外される。ボーナスタイム中は、スタートチャッカーをメダルが通過すると、画面上部にあるゲージが上昇する。これが、エナジーである。 終了した時点で貯留されているエナジーが黄色のオッツを押し上げる仕組みとなっている。なお、ゲージは10本あり、最高は255枚の増加、最低でオッツ270、最高は500となる。これにより、ジャックポット終了後のゲーム継続に対するモチベーションを増加させている。デジタル抽選で偶数が揃った場合は、50枚の払い出し権利を使って、 ダブルアップに挑戦することができる。プレイヤーには3つのリールが、そして画面上部にはディーラーのリールが用意されいる。プレイヤーのリールは1から7、ディーラーのリールは1から8である。プレイヤーの選択したリールの停止数字がディーラーのリールの停止数字より大きい場合は勝利となり配当が2倍になる。ダブルアップは続行することができる。ただし挑戦の上限は900枚。 当選による配当は上限を設けない。また、逆の場合は敗北となり、払い出しの権利は消滅する。ただし、プレイヤー側の3つのリールが同一数字となった場合は、ゲームの製品に関わらずボーナス配当が受けられ、上限を超過しない限り、この配当をもって、ダブルアップを続行することができる。ボーナス配当は偶数揃い2倍、1、3、5揃い3倍。 7揃いが7倍となっており、ダブルアップそのものに勝利している場合は、勝利分の2倍を加算する、最高9倍。したがって、このダブルアップの最高獲得枚数は8100枚となる。ことボーナスゲームステップが、画面下に7つ集まると、ボーナスゲームとなる。ボーナスゲームは5種類あり、どのゲームを遊ぶことになるのかはランダムである。演出としてが1つずつ消えていくが、 最後に残ったが赤い場合は、そのゲームの配当は5倍のスペシャルボーナスゲームが確定となる。なので単純に言えば、赤が多いほど5倍ボーナスゲームゲームに行きやすいということになる。ボーナスゲームはどれもメダルを使用せず、通常同期はメダル飛距離調整に使う3つのボタンだを使う。ガリレオバレエ団所属のロボットにより、コインを引いてひっくり返す。 数字が書いてある側が見えているコインの数字を合計したものが獲得枚数となるが、枚数に納得がいかない場合は最大4回までやり直しができる。ただし、やり直した場合、前の結果を採用することはできない。すべて数字の面が上になった場合は強制的に終了となるパーフェクトボーナスあり。コインは色分けされているが、カラーグループ単位で表裏が決まるので注意が。 必要である。また、コインが飛び上がった際にスローモーションになった場合は、わずかではあるが配当の向上が期待できるチャンス演出。3つの扉から1つを選択し、登場したターゲットを黄色ボタンの連打により破壊するゲーム。ターゲットの数字には、3、5、7、10がある。ターゲットは、数字10個と最後の、で構成され、数字のターゲットは3発。 のターゲットは10発で破壊することができる。の枚数は不定だが、最低は10枚、最高は500枚が確認されている。なお、数字のターゲットは、基本、10が最高だが、稀に砲台の先端が青い炎の時があり、通常は赤。その場合は3つの扉のどこかに、10の2倍も上回る、25のターゲットが、必ず出現する。赤い炎の時は出現しない。 冒険家風のロボットが、塔を落ちて行きつつ、宝石を獲得するゲーム。プレイヤーは3つのボタンから1つを選択し、キャラクターを落下させる。落下した先にあるものにより、メダルの獲得枚数が決定する。なお、最初の1回目の選択の宮イや、緑宝石、緑宝石となっているので最低獲得枚数は10枚になる。ディーラン風のロボットが、 プレイヤーの選択した箱を開けていき、その中身によって獲得枚数が決定する。中身はメダル獲得となるアイテムが9個、爆弾3個の合計12箱で構成されているが、アイテムとなるコインは最低5枚から運が良ければ金のプレートなど多数。これに加え、爆弾を爆発させずにアイテム9個を全て獲得できればパーフェクトでボーナス100枚を獲得できる。また、 爆弾は開いたからといっても、不発、動火線の時点で消火というパターンがあり、爆発しない場合はゲームが続行する。この時、爆弾はロボットによって画面外に放り出される。ただし3個目の爆弾を選んだ場合は無条件で爆発する。なお、運悪く最初の箱で爆発した場合は、どこからともなく5枚のチップが登場するため、最低獲得枚数は5枚となっている。 ソリティア風ゲーム。丸、三角、四角のパーツが、黄色、緑、赤と三色、つまり九種類ある。この中から手元に登場した三種類を選び、常に同じ色か同じ形が出続けるように選んでいくゲーム。継続できなかった時点で終了。基本配当は、黄色は一枚、緑は三枚、赤は五枚、丸一倍、三角二倍、四角三倍となっている。 基本的には先を見据えて選択を行う必要があり、ボーナスゲームの中では最も頭を使うゲームに仕上がっている。本作は今までにあったプッシャーマシンの概念を覆す仕様がたくさん用意されている。本校ではそれらについて解説する。本作はジャックポットをフィールドにメダルを払う権利ではなくフィールドにボールを払う権利としたため、 ジャックポットが完成された時点では獲得枚数が全くわからないという特徴を持つ。しかも同数のボールであっても複数のカラーが混ざった場合特に黄色のオッズが状況により大きく変動することからその枚数はボールがポケットに落ちた順番次第ということになるためほとんどの場合において同じ枚数とならない。同じ理由からボールの個数が多ければ 払い出しが多くなるとは限らない。最大となる百個の JP で六千枚台の払い出しもあれば、実際二十七個のボールがすべて黄色だったために七千枚を超える払い出しが行われた実例も存在し、その喜びは一概に決められない。なお、JP による最大獲得枚数は JP 単体で払い出されたボールで計算すると、JP チャレンジによって払い出される六個と JP により、 払い出される100個がすべて黄色で、オッツ500という状況から計すると5万3000枚という、とてつもない枚数が弾き出されるが、実際には JP チャレンジ前にボールが存在する可能性があり、可能性だけで考慮すれば6万枚オーバーもあり得るということになる。従来のプッシャーマシンにおいては、1000枚を超える大量、獲得は大抵一つの道筋からしか、 ほぼ不可能となっており、プレイヤーは基本的に JP 獲得を目指してプレイすることになっていた。本作においては5倍ボーナスゲームから飛び出す一撃、またダブルアップによる大量獲得、そして JP、はたまたスクランブルチャンスからの一撃と1000枚を超える大量獲得のルートが複数用意されたことから JP を獲得せずともその他の手段により、 メダル大量払い出しの機会を得られ、JP を引かずして、メダルが増加する局面も多分に存在するようになり、JP ボールの数が少ない場合でも、大量獲得を期待して遊べるように作られている。本作は明確な、止め時の到来を待って、ゲームをすることが難しい作りになっている。その要因としては、以下の事象が考えられる。このマシンでは、 どの場面でゲームを切り上げるかという、止める勇気も必要なゲーム性が備えられている。本作では、多数のボールを取り扱うが、内部的には一つの巨大なボールプールがあり、この中にすべてのボールが収められている。そして、プール内には攪拌装置があり、ボールを常にかき混ぜる仕組みになっている。マシンがボールを必要とした時には、 特定の取り出し口から一個ずつ取り出す仕組みとなっており、その色はカラーセンサーでチェックするまで万にもわからない。ビンゴパレードなどのビンゴシリーズでは色別にボールが保留されており、内部の抽選結果に応じて対応する色を払い出していたが、本作ではそのようなことはなく、常にランダムに登場ボールが抽選されているため、運の支配するところがかなり大きい作りになっている。 メダルを投入しないアイドリング状態でこのゲームのランキングを確認できる。ジャックポットによる獲得ボールと獲得枚数、獲得日時、獲得サテライト番号が表示され、獲得枚数の順にランキングとして表示される。カテゴリーは過去10回のジャックポット、並びにこのゲームが稼働した時点から発生したすべてのジャックポットの2種類である。またこれとは別に、 イエローボールの最大コンボ数のランキングも表示される。閉店前の規定の時間が過ぎると、一定の時間経過後に、メダル投入ができなくなることを予告する文章が画面に表示される、テンポの設定による。メダル投入ができなくなると投入しても、強制的に返却され、チェッカーに入ったメダルも全て無効となる。さらにスロット抽選も、リーチ演出が省略される。 クリスマス専用の BGM が流れ、デジタルスロット背景にクリスマスツリーが現れる、期間は不明。お正月専用の BGM が流れる期間は不明。当初の注目度は高かったものの、筐体価格の高さとメンテナンスへの不安から、注文数は多くなかった。これには、同社の大型マスプッシャー前作である、ミラージュワールドが、構造欠陥の改善できず業界では、異例の、 全大回収に至ったことも影響した。そのため、発売前に大幅な価格の見直しが行われている。稼働後は、致命的な欠陥はなかったものの、日常的なメンテナンス以外でもサテライトのメダルタンク容量が少なく頻繁にメダルの補充と回収が必要であること、また前日のゲーム性の特殊性から獲得枚数が明確でないイベント中に故障がなした場合、 店舗スタッフとプレイヤーの間でどれだけのメダルを保証するかでもめるケースが見られるなど、通常の運営でもスタッフの負担が大きい。セガはこれらの問題に対しては、続編発売、バージョンアップ時に、オペレーターの負担を軽減する、仕様変更をいくつか行っている。例として、参加同時には、メダル回収ボックスの容量を検知する、新たなセンサーが追加され、 メダル回収のタイミングをスタッフが知ることができるように改善された。2009年12月に続編バージョンアップ版となるガリレオファクトリー2が稼働開始した。以下にはガリレオファクトリー2における変更点について記す。ボールボーナスのイエローオッズにおいて以下の3要素が追加された。各種ボーナスゲームにおいて以下のような変更が行われた。 また全種に共通する変更点として、ボーナスゲーム突入時に、キロ、ステップが最後に残り、通常の1倍で始まっても、最後に、配当5倍のスペシャルボーナスゲームに昇格する、可能性がある昇格抽選が追加された、終了時に、スペシャル後のアナウンスが流れてロップが表示されると、昇格たことになる。なお、各種ボーナスゲームのキャラクターは、それぞれ新たに描き起こされたが、 プレミア演出として、前作のキャラクターが出現する場合があり、この時は5倍への昇格が確定する。当然ながら、突入時に最後に赤いが残り、最初から5倍が確定している時は、絶対に出現しない。新たに追加されたもので、これは G のシンボルからバトルのシンボルが出た時に発生。レオがランダムで登場する敵とバトルをするゲーム。敵に勝利すると下に、 ゲージでも表示されているガリレオポイントが溜まり、ポイントが満タン1000ポイントになるとガリレオモードに突入する。敵は7種類存在。敵により強さと獲得できるポイントが異なる、強い敵ほど獲得できるポイントが高い。また、敵のうち6種類は通常のバージョンに加え、レッドとゴールドの2種類の色違いも存在。レッドは 通常時より獲得できるポイントが高くなっているが、その分ずよくなっており、出現率も低くなっている。ゴールド、そして残り一種類の敵、イービル・レオは、さらに貴重で、かなりの強敵だが、どちらも見事勝利すると1000ポイントを獲得できる、ガリレオモード確定。ポイントは、基本的により固定だが、ランダムで、ボーナス分が上乗せされることもあり、ゲージ内に、 電撃のエフェクトが走っている時に勝利すれば、ボーナス上乗せが確定する。レッドバージョンとゴールドバージョンの敵と、イービルレオは最初から勝利した、際のボーナス上乗せが確定となっている。上乗せされる、ボーナスポイントの値はいずれもランダムだが強い敵、ほどくなりやすい。ちなみに、ガリレオモード中にもバトルが発生することがあるが、ここで登場する敵は、イービルレオと、 残り6種類のゴールドバージョンの敵に限定される。詳細は後日。1DIG、リグニドリルディスク、ドリルディスク、バッテリーローラー、バッテリーローラー 1BO、X、ボックス前作からすでに、リーチ演出などで登場にツインラマー、ツインランマー、ボムマックス、ボムマックス前日までの6種類のレッドバージョン。 強さとポイントの高さは前日の順番をそのまま、適応前日までのゴールドバージョン、4エビル LEO、E、o、イビルレ e 強さと標準ポイント値は一律でどれも1000ポイント。前後のバトルゲームで勝利を重ねて、見事1000ポイントまで貯めると行くことができるモードで、内容は777が高確率で揃いやすい、特殊モードとなっている。このモード中は通常時とは異なり、 7の図柄だけしか揃わないようになっている。7以外が揃っても必ず7に昇格する。また中央に G マークが停止する可能性もあり、ここから変化するのはバトルゲームに固定。ガリレオモードは10回分スロットが回るフリーゲームであり、その途中で7が揃うか、10回転しても7が揃わないと終了する。さらにガリレオモード中にバトルゲームが発生し、 この時に出現するイービルレオ、もしくは稀に登場する、残り6種類の敵のゴールドバージョンを倒すと、ガリレオモードよりもさらに777が、高確率で揃いやすくなる、スーパーガリレオモードに突入する。厳密には、ガリレオモード突入条件を満たしてからモード、終了までの間に1000ポイント試すことが、条件のため。 ガリレオモードすら始まっていなくても、約8割以上溜まっている状態で1000ポイント、確定のゴールドバージョン敵やイービルレオに遭遇し、勝利すると、それらは、勝利時のボーナス上乗せも、確定となっているため、ガリレオモードを省略して、スーパーガリレオモードに行くこともできる、上乗せされるボーナスと現在のポイント蓄積量にも、よるが、スーパーガリレオモード突入時には、ガリレオモードで消費した、 フリースロット回数も再び10回にリセットされる。こちらも7が揃うか10回転で終了。2012年11月に稼働開始したガリレオファクトリーサンプラネットゼロマイナスにおける変更点を一家に記す。なお変更点以外のゲーム性は基本的に前作2を踏襲している。前作で追加された黄色ボルのオッズ回りの要素はすべて継承。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。